仕事は何ですか？18歳の誕生日、私はその箱の鍵を手に入れた。坂を登り、区境であるこの旧大和通りを挟んで、俺はジョブチェンジする。そう、俺の隠し事は言えるわけねえだろ。姫に知られたらどうする？今日お父さんの仕事聞かれてね、働いてるよって答えた。先生はバレないよう家をスーツで出て、途中で着替えてこの仕事場に来るのだ。いつまでも隠し通せるものですかね。有名になったら姫ちゃんにバレませんか？大丈夫、バレません。お邪魔してます。金玉しまし読んでました。漫画家は立派なお仕事だと思います。ここに私の知らないあの人がいる。風よ吹け、世界を染めよて輝いて。お父さんの隠し事は書く仕事でした。電話ボックスで着替えなさいよ、クラーク・ケント。こんな姿姫に見られたら100万回死ねる。どんな願い事書いたらお父さん喜ぶかな？お父さんが一番嬉しいのは姫が元気に大きく育つことかな。隠し事は何ですか？